レンコンは3年前ですね。この掘るの大変ですよ、まあ、仕掛けたからにはもうちょっと雇用を増やして若い人の育成にちょっと力を入れていきたいなと思って。沼んち広場の時間です。今日のテーマはこちら。毎年10月は里親月間です。そこで子どもたちの成長と未来を支える大切な制度とその取り組みについてお伝えします。近年家庭や子どもを取り巻く環境は大きく変わりつつあり、親の病気や虐待などさまざまな事情によって自分の家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちがいます。そうした子どもたちを一定期間一般の家庭に迎え入れて、豊かな愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていこうという取り組みが里親制度です。県ではこうした里親の希望者を広く募集しています。里親になるために特別な資格は必要ありません。欠かせないのは子どもの養育への理解と熱意、そして豊かな愛情です。子どもが必要としているのは健康的で明るい普通の家庭なんです。里親の認定には事前の家庭調査や研修への参加のほか、県の審議会による審査が必要です。そして里親として認定されると家庭的な養育を必要とする子どもとの交流を図りながら相性などを確認した上で、県が正式に里親として子どもの養育をお願いする流れとなります。里親になると迎え入れた子どもの養育費などの支給や受け入れ後の悩み相談など支援体制が充実しています。また県では今年から新たに里親リクルートトレーニング事業を始めました。これは主に乳幼児の養育を担う里親希望者を対象に、子どもを養育する上で必要な資質や心構えなどを身につけていただこうという取り組みで、糸満市にある台中園里親支援吉水で行われています。私たちはさまざまな理由で親と暮らせない子どもたちの養育を行っていますが、最近は特に乳幼児にあたる0歳から5歳までの一時保護が増えており、乳児院は常に満床に近い状態となっています。里親といえば長期間の養育を思い浮かべる方も多いと思いますが、一時保護中の養育など数日から数ヶ月の短期間ならできるという方は乳幼児の里親として活動いただけます。私たちは沖縄で育つ子どもたちが生まれた地域を離れることなく家庭の中で成長していく、そんな未来を目指しています。少しでも関心をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。その他里親制度についてもっと知りたいという方は、ご覧の各児童相談所へお問い合わせください。詳しい内容はホームページでも紹介されています。ぜひご覧ください。続いて県からのお知らせです。 JICA 沖縄センターでは11月2日と3日に沖縄国際協力交流フェスティバルを開催します。詳しくはご覧のところまで。総務省では県及び市町村を通じ全国家計構造調査を実施します。調査へのご協力をお願いします。詳しくはご覧のところまで。県では大切な人を自死で亡くされた遺族が悲しみや悩みを安心して語り合うことができる場として毎月分かち合いの会を開催しています。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ツイッタークイズの正解発表。里親月間は毎年何月でしょうか。正解は1番の10月でした。皆さんも県広報課のツイッターをフォローしてクイズに参加してくださいね。それではまた来週。